20HP-2020 はロールスロイスが1922年秋から1929年にかけて製造した乗用自動車である。ロールスロイスは1908年から生産車種を7リッタークラスのシルバーゴースと1、車種のみとしていたが、第一次世界大戦後の不況の下で、車種のみで1850ポンドもする高価な車種だけでは、世界大戦に伴う、 航空機用エンジン増産で拡張された工場を維持できず、また高級車オーナー自らが運転する傾向が生じてきて扱いやすい、より小型の車種を望む声が強まった。1919年にゴズホークアイのコードネームでシルバーゴーストの約半分の排気量、約半額の車種の追加が計画された。当初計画されたエンジンは航空機エンジン、 フォークの流れを組む、進歩的な設計の DOHC 直列六気筒であったが、発売までに、バルブ駆動のベベルギアの雑音を、ロールスロイス社内基準に収めるのが困難で、またコストを目標に収めることができず、プッシュロットオフとなった。内径工程ファイ3イン4.5インの 3127cc。圧縮比は4.6。 最大出力約 50hp を 500rpm という低い回転数で発生したが、フレデリック・ヘンリー・ロイスのピークパワー数値の代償など良い自動車の条件ではないという主張により、このモデルから十分としか記載されなくなった。この最高出力数値個人は無益であるから表示しないというロールス・ロイスのポリシーは以後80年近くにわたって続くことになった。 トランスミッションは当初セントラルチェンジの3足 MT で、これは重すぎるボディさえ乗せなければ、これで十分とフレデリック・ヘンリー・ロイスが判断した結果であったが、発売直後からロールス・ロイスらしくないとの批判があり、1925年に右側レバーによる4足 MT に変更された。しかし実際にはオーナーは上位2段しか使わなかった。 価格は1925年で写真のみ1 0 0ポンド、オープンツアラーのボディ付きで1590ポンドであった。ホイールベースは129イン。フレデリック・ヘンリー・ロイスは、このモデルについて比較的軽量なボディを仮装して用いられることを意図していたが、実際には少なからぬオーナーがコーチビルダーに希望して重いボディを乗せたため、後にロイスは重量制限を設け、 それ以上のボディを乗せた際には保証を与えないとした。1923年10月6日号のザ・モーターのテストによれば最高速度は62マイルパーアワー。トップギアの最低速度は4マイルパーアワー。トップギアでの10から30マイルパーアワー加速は10.6秒。後期型では最高速度70マイルパーアワーに向上した。 1920年代の3リッター吸中型乗用車としては、過不足ない性能水準にあった。1929年の製造中止までに2885台、または2940台が生産され、ロールスロイスの新たな販路を拡大した。小柄で手頃なので、夏の田舎では1970年代まで実用に、使われた例が少なくなかった。 日本では1923年から1924年頃に生産されたごく初期の個体を1935年頃に実業家の赤星鉄馬が所有しており、この個体はひどく改造されつつも1955年に解体されるまで実動していた。ゴズホークは大高の意。世界の自動車マイナス21ロールスロイス戦前、ピアニッシも47から51は3150。 CC, EN, Wikipedia は 3123cc とする。ありがとうございます。